国鉄は1万系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した有害貨車である。本校では改良型であるは1万2000系及び同形式の派生形式であるポ300型についても記述する。本形式は1955年に国鉄工場において500両が製造された10トン石二軸有害車である。製造の状況は次の通りである。 本形式は、戦前に製造されたワーム22000系の後継者に当たるものである。同形式の製造終了後は、15トン積みのワーム23000系等が製造されてきたが、戦後不況の影響により、小型車の需要が高まったため、再び10トン積みで製造されたのが本形式である。その意味で、トム6万系無害車や、手線系鉄製有害者、 4000系通風車と気を一にする。また、本形式は戦時中に大量に製造され、戦時輸送の終了により大量の余剰が発生していた時900系無害者の改造名義で一部の部品を流用して製造された。本形式の基本構造は22000型と同様で、あるが高さと幅を若干大きくし、 容積を24.0立方メートルから26.4立方メートルに増大させている。また、走行の安定性向上を図るため、軸橋3000ミリメートルから3500ミ、mm、リメートルに拡大した。車軸は改造主車と同様の12トン単軸で、軸、バネツにはリンク式であり、最高運転速度は時速65キロメートルである。 貨物室には幅 1500mm の構成変引き度が1箇所に設けられている。貨物室の寸法は長さ 5750mm、幅 2300mm、高さ 2000mm、床面積13.2平方メートルである。全長は 6700mm、全幅は 2500mm、 全高は3 3 6 0ト、mm、ル、地長は8.3トンとなった。貨物室内には厚さ2 0ト、mm、ルの木製の内張りが設けられており、外反との間に空間を設けた二重バメ構造となっている。側引き戸には2本の補強用リーブがある。爪板の上部にはワム23000型と同様の構造の後半プレス製の通風機が3つ設けられている。 屋根は鉄製のたるきに厚さ 20mm の木製の屋根板を張り、防水筆で覆った構造である。空気ブレーキは床下スペースが境外であることからシリンダと空気ダメが分離した KD 型とし、その中でも最小の KD180 型が採用された。留置ブレーキは通常の側ブレーキだが車端いっぱいに装備されている。自動連結器は 波形上作用である。1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正で実施された貨物列車の速度向上では、車例が新しいことから1967年から1968年にかけて残存の全車を対象に、走り装置の二段リンク式化改造が実施され、最高運転速度が時速 75km に向上された。 1968年度末時点の在籍量数は498量であったが、1978年頃から本格的な廃車が始まり、1982年度に形式消滅となった。晩年は y 12000型とともに事業用として使用されたものが多かった。y 12000型は1956年に、 国鉄工場において500両が製造された10トン石二軸有害車である。製造の状況は次の通りである。本形式はワ1万系の改良型であり、同形式の車軸を12トン長軸、走り装置を新生時から2段リンク式とし、最高運転速度を時速75キロメートルとしている。そのため、大枠側張り輪は、y、1万型よりも外側に位置している。 その他はワイチ型と同様であり、床面高さが五ミリメートル上がり、時長が八点八トンに増した程度である。九百六十八年度末時点では、全車が健在で、1980年頃から本格的な廃車が始まり、九百八十四年度に形式消滅となった。ポ三百型は、九百五十五年から九百五十七年にかけて六十両が、 既存車両の改造名義により製作された10トン、積み等記車である。外観、性能は12000型と同等で、1955年に、時900型から20両が、1956年、及び1957年に、ワム1型から各20両が、改造製作されたが、実態は部品の一部流用程度である。改造工事はすべて、長野工場にて行われた。 1971年までに全社廃者となった。ありがとうございます。